それではね、こちら木グレーカラーのですね、ナチュラルコットンニットの紹介になります。はい、でまずね、この、ニットのね、特徴なんですけども、トップ染めならではのね、この木グレーカラーがね、すごく魅力的なニットなんじゃないかなと思います。ちょっとね、アップで見てもらいたいんですけども、非常にね、こうトップ染めならではのこうナチュラル感をね、こうナチュラルなね、カラーもね、こう楽しめるようなニットになっております。で、これね、基本のベースのコットン素材なんですけども、あのベースの生地のね、クオリティもすごく高いんですよね。安定性もすごくあるんですけども、あの柔らかいね、綿ならではのね、やっぱりこう優しい肌触りもね、体感できるということでね、本当にトータルでシンプルなんですけど、本当にね、あのクオリティがしっかりした生地になっております。はい、で厚みなんですけども、厚みもですね、中肉厚になります。あの T シャツと比べると若干肉感があるぐらいのね、あの本当にこう使いやすいね、厚みなんじゃないかなと思います。で柔らかさもね、すごくね、あるので、その辺もね、やっぱりこう私としてはちょっとおすすめポイントにね、こう挙げたいと思います。非常にね、こう本当にこう柔らかくて、あの何回もになってしまうんですけども、この安定性があるのでね、縫製も安心してできるし、なんか着心地もね、形崩れもこうなかなかしなさそうなね、そんなイメージなんじゃないかなと思います。はい、次ドレープいってみましょう。ドレープもこんな感じですね。はい、でこれ見てもわかるんですけども、綿 100% なんですけども、その私が言う安定性っていうのはね、意外とこう見ててもね、シワにもね、意外となりにくいんじゃないかなっていうね、そんなイメージのね、こうニットになってますので、その辺もね、参考にしてみてください。はい、で最後になんですけども、これね、生地幅もすごく魅力的で、ダブル幅のもっとね、幅の広い170センチあるタイプの、ね、生地になってますので、うまくするとね、長袖なんかも一丈で入ってしまうんですよね。なので洋尺もね、かなりこう余裕持ってね、活かせるようなね、生地幅になってますので、トータルでね、楽しんでいただきたいなと思います。プルオーバーを作ってみました。こちらね、本当に着やすいねタイプになっております。まず襟ぐりはね、横に広がったこうボートネックになっているのが、ちょっと大人のね、雰囲気のおしゃれなタイプになっております。素敵ですよね。でね、こちらのデザインね、広げると四角いね、長方形の形になっているんですよね。なのでとてもね、作るのも簡単になっております。ね、でゆとりもたっぷりついたワイドサイズになっておりますので、これからの季節もね、涼しくゆったりと着やすいんじゃないかと思います。でね、こんだけゆとりあるけど、着ていただくとね、落ち感もあるニットなので、肩からね、こうちょうどドレープが入って、すっきりとしたシルエットで着れるのもね、嬉しいんじゃないかなと思います。で一つあると便利なアイテムになっております。でね、このニットも程よい伸び加減で、あの安定感のあるタイプなので、本当にこちらはね、ミシンでもね、縫いやすいんじゃないかなと思います。